これは大宇宙に伝わる伝説の巨大ロボットの物語である。この宇宙最強のロボットを誰がいつ作ったか定かではない。しかし5つの宇宙ライオンの頭を持つところからいつしか百獣王ゴライオンと呼ばれていた。呼び寄せたのはカライバリを聞くためではない。一刻も早くゴライオンの息の根を止めてほしいからじゃ。人は言うであろう、あれ見よ、シンクラインは口先ばかりの皇太子じゃと。父上、一両日お待ちのほど、電波メカ獣人デッドゾーンが完成いたしますゆえ。その言葉もう聞き飽きたわ。まこと貴様がわしの子ならメカ獣人の先に立ちゴライオンめと戦ってみせい。なんと、獣人の先に立てと。いかにも、それができるなら戦士としての貴様を認めてやろう。光と影の死闘。またしてもダイバザール様のお光を受けなされたそうだ。あの様子では後継ぎの地位が危ういな。ああ、その通り。こう度重なる失敗が続いてはのう。そうじゃそうじゃ。おお、そこの二人、何をこそこそと話しておる。任務を怠るでない。あ、申し訳ございません。分かればよい。なんと申したシンクライン、この馬場に例の秘宝を使えというのか。他にどんな方法があるというのだ。戦士としてこのシンクラインが陣頭に立ち、なおかつ傷つかぬ方法があるか。やってくれるな、ホネルバ。それほどまでにこの馬場の養蜂が必要とあら、作らんわけにはいくまいで。のうやが。ご覧なさい、シンクライン様から頂戴した大棒の一片が分裂を始めました。おお、さすがだホネルバ、よく見えるぞ。妖科学の粋を凝らしたこの技、早い時間の流れが分裂を一層早めるのじゃ。は無理もない。しかしまだ未完成じゃって。
やめろ、ホネルヴァ。もう良いではないか。お耐えなさるな、シンクロイ。あれを見よ。ホネルヴァ、失敗か。失敗ではございません、シンクライン。そなたとウリ二つのクローンシンクラインがただいま完成しましたのじゃ。申し上げておきますが、顔形はもちろん、心までそなたそっく。筋力は2倍、神経の伝達速度も並の人間よりはるかに速い。見事な出来栄え。よし、直ちにクローンシンクラインの力を試してみようぞ。誰が呼び出したのだ。それがわからん。一体何用だろう。呼び出したのは私だ。おシンクラインことでした。次は貴様だ。シンクライン様、気でも違われましたか。おやめください。問答無用。お許しください、シンクライン様。見事な戦いぶり、確かに見させてもらったぞ、ホネルヴァ。その頃、ゴライオンは訓練に励んでいた。なぜこりゃ。なってないぞ、チビ。バルーンを撃てと誰が言った。的外れもいいとこだ。でも標的が落ちたことには変わりないだろ。負け惜しみの強いやつだ。あ、メーターが。おい、どうしたっつんだよ。故障か。理由もないのに一斉に故障するはずがない。収まった。一体どうしたって言うんだ。しまった。予備回線に切り替えよう。急げ。どこだ。了解。予備回線オン。よし、シールド回路OK。ライブ、大丈夫か。一体どうしたんだ。ゴライオンの回路が急に乱れ出したから驚いたぜ。何、ゴライオンの回路が。そうだ、原因不明の事故とは思えないな。大変だわ。よく事故が続く日だぜ、まったく。おい、みんな、スクリーンに変なものが。仕上がったか、メカ中心め。やはり敵の仕業なのね。メカ獣人は電磁攻撃をしているのだ。何？電磁攻撃だって？そうだ。敵は強力な電磁波で、こっちの電子機器を使用不可能にする気なのだ。よし、そうと分かれば奴を一刻も早く破壊しなければ。謝るな、無国旗。まともにぶつかっちゃ勝ち目がない。なんだと？ライオンも電子兵器を積んでいるからだ。
武器だけじゃない。エネルギーこそ違うが、操縦システムは電子工学の粋を尽くしている。そこをやられたらゴライオンは暴走するしかないだろう。じゃあどうすればいいんだ。奴が近づけば近づくほど攻撃の威力は増し、いずれ防御できなくなってしまうのだ。あ、そうだ。どこ行くの、コガネ。敵さんは川を渡っている。城の排水口から奴のそばまで行けるぜ。無茶よ、コガネ。他にどんな方法がある。ゼンマイ仕掛けのゴライオンでもありゃ別だが。だけどあそこまでは30キロは十分にあるぜ。どうやってたどり着くのさ。倉庫に水中スクーターがある。あれなら簡単な構造だ。電磁攻撃でガタが来るほど高級な機械じゃないから安心だよ。そうか、そういうことなら俺も行こう。よし、俺も行くぜ。あいにくだが今のところ使えるのは1台しかない。俺に任せてくれ。コガネ、気をつけて行くのよ。成功を祈るぞ、コガネ。アルテアの連中め、ゴライオンに頼れんとあらば丸裸で姿を現すに違いない。早く来い、コガネ。クローン人間と勝負するがよい。コガネが言った通りだ。これじゃなかなか動きそうねえぜ。なんとか使えるパーツだけを取り外して1台ぐらい完成させるのよ。ああ、なんとかやってみるさ。集中攻撃だ。このままじゃ何もできずにアルテアが破壊されてしまうぞ。姫、そこにあるパーツをよこして。あ、はい、これね。サンキュー。姫、このラバー機関は使えるぜ。そこ置いといて。電磁波でだいぶ煽っちゃう。これだ、メーカー獣人め、この近くにいるな。遅い、小川ねめ。恐れをなして腰が抜けたと見える。よし、自演奏してと。やつらめ、もうじき慌てふためくで。スクリューカバーが最後のパーツだ。急いで取り付けてちょうだい。敵は近いのよ。来た。これはね、最後のパーツだ。1台完成させるのがやっとだぜ。待ちかねたぞ、コガネ。とうとう姿を現したな。シンクライ、貴様の思うようにはことは運べると思え。行くぞ。せやっ。こいシンクライン、相手になってやるぜ。Come on! Come on! Come on!
しぶといやつ、あと一息のところを。お楽しみでございますの、シンクライ。ホネルバ、もう一人の俺の戦い、記録しているか。そこに抜かりはありません。立体ビデオディスクをご覧になれば、大バザール大帝王もさぞや満足なされましゅう。そうか。手こずっておるわ。あの速さ、あの動き、人間技とは思えない。あっ、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 反応は消えていくぞ。黒金、頼むぞ。お、あれは敵の戦闘指揮だ。そうか、あれでメカ獣人を操っていたのか。しまった。こうなったら一刻も早く小金との勝負をつけねば。ホネルバ、なんでございます、シンクロイ。もう一人の私に連絡する方法は。二人で一人、一人で二人、気を済まして心の中で呼びかけなされ。テレパシーで伝わります。おお、そうか。ことを焦ってはなりませぬ皇太子。兄弟よ、今一人のシンクラインよ。手こずっているようだな。メカ獣人の電磁波が消えた今、小金との決着を急げ。大きなお世話だ、シンクライン。貴様の指図は受けん。こやつ、私の片割れのくせに大口を叩きおって。片割れ？偉そうなことを言うな。生まれたのは私が遅くとも、力もスピードもはるかに勝る私だ。今は黙ってみてくれ。あくまでもこの私に指図するとあらば、貴様も葬る。何、偽物の分際で無礼だ。もはや貴様には頼もん。ヘッドゾーンでひとひねりにしてくれる。やめろ、シンクライン。小金はこの俺が倒す。そうか、こいつはシンクラインの替え玉なんだ。デッドゾーンを立ち上がらせろ。あ、直ちに行動させます。やめろというのがわからんのか、このバカ誰が。行くぞ、小金。待て、小金。うわ、この礼、あくまでもこの私の邪魔をする気か。うわ、仲間割れか、哀れなやつ。危ない、姫、ヘド、ヒー、指導だ。おう、やったるぜ。急げ、ここで。
現れおったな、ゴライオンめ。メカ獣人デッドゾーン、奴らを叩き潰せ。あのもすべてあいつが悪いのだ。もう一人の私が根性曲がりの出来損ないだったからだ。次回はガルラ1の名パイロットが乗った敵のスピードメーカー、ゴライオンでも追いつけず捕まえようがない。そして今日もまたアルテア上空を暴れ回る。次回、宇宙のスピード強をお楽しみに。